それでは曲面を表現するグラデーションをね考えてみたいと思います。今ですね、ここが3ですね、ここが3でここが2になってますので、この間の色と言いますと2と3の間ですんで 2.5 になるんですね。この色を、ここに塗っていくということになります。こういう感じですね。ファレホのね、一つの、使い方の特徴として、薄い塗料を何枚もね、何層も重ねていくというのが一つのやり方ですので。パッと乗せた時は乗ってるのか色が乗ってるのか乗ってないのかわからないぐらいの色をね何回も、乗せていくことで、色を整えていくと、その色の発色に近づけていくというのが一つのやり方ですので、一度に色を乗せないように、塗っていきます。一番最初に比べればグッと柔らかく丸い曲線が描かれたように思います。はい、で、今ここにね、ここが今 2.5 ですね。今このエリアが 2.5 で3で2なんですけれども、この間、2と 2.5 の間 2.25 ですね、 2.25 のエリアがこの辺りに、細かく言うと広がってますので、そこもね、作っておきます。2.25 を作ります。これによってね 2.5、2.25、2のね境目を塗ることで、確実にグラデーションを整えるということができるんじゃないかなと思います。2.25 は2の方から攻めていきます。2の方から塗り広げるように塗っていきます。次に、3と 2.5 の間、3と 2.5 の間 2.75 ですね、これも塗ります。これも薄めにしといて薄いのを重ねていきます。3の方からスタートしてちょっとずつ攻めていく感じ、こういう風にちょっとずつ塗っていく感じでね。はい、でまあ大体の、バランスの良いグラデーションがある程度、つるっとできたかなという感じですかね。ではですね、続いては各部ディテールを書き込んで、細かいところを書き込んでより、顔らしく、していくという流れになります。